トン、ボンジョルノ。あ、ボンジョルノ。あれ？トンじゃないですね。今日は急遽欠席になっちゃいました。あ、そうなんですか。はい、じゃあお忙しい方ですから。今日はどこにいるんですか。はい、今日はですね、ビームスの仙台店に来ております。はい。はい。非常にいいお店ですからね。はい。寒くないですか。いや、僕は今全然へっちゃらですけどね。ですか。本当ですか。気温は7度ぐらいです。あ、はい、でも札幌から来てるんで。そうですね。そう考えたら寒くない。暖かい。暑い。暑いですよね。暑い。まあ暑くはないです。まあ札幌氷点下でしたからね。それに比べると暖かいかなという感じはしております。じゃあ今日はどんの代わりに。はい。責任重大ですけど。辛口でお願いします。かしこまりました。じゃあ行きますか。行きましょう。はい。はい、じゃあこちらですね。仙台のお店は、はい、まあ、1階がレディースで、はい、2階がメンズフロアになっております。ではですね、店内軽く紹介していきたいと思います。仙台店といえばやはりこのモンクレールが非常に人気なお店で、このようにね、フェイスも充実してますね。こういうこれ定番モデルからこう、はい、先ほどちょっと私仙台店が下見に来たんですけど、皆さんモンクレールの試着してる人も非常に多かったです。やっぱり寒いといえば寒いですからね、すごくこう需要がある感じで、はい、さっきご案内されてましたもんね、モンクレールの。あ、私もはい、ご案内実はしてましたね。そのぐらいこう人気がありますね、はい。そしてこういう感じでアウターが、で私が、今回お勧めしているこのウールリッチなどももちろん展開してますよ。はい、はい、そしてこう、そうですね、こういう感じいろいろこうパンツがあって、はい、そしてこちらのこうテーラードジャケットコーナーですね、かなり充実してますので、やはり仙台店のお客様皆さんかなり見ていただける感じですね。はい、こういうおなじみのナルディーンなんかもねあったりしますんでね。はい、まあそのドレスコーナーがねこういうある感じで、はい、かなりこういろいろ充実して見れるようにはなってますんでね、仙台店の、お客様ぜひですね、足を伸ばしていただければと思います。じゃあ早速、はい、スタッフ紹介お願いします。はい、じゃあちょっと行ってまいりますからね。はい、はい、お、いらっしゃいました。よく偶然で、ね、はい、じゃあこちらですね。はい、はい、じゃあちょっと自己紹介お願いします。ありがとうございます。仙台店玉山と申します。よろしくお願いします。主任です。はい、玉山主任さん。主任さん。主任さんは、はい、で簡単に自己紹介と、はい、今日のコーディネートをですね、なんかすごくおしゃれな感じで足元なども見てたんですけど、そうですね、今日は、はい、ジェイソン・ステイサムをイメージしてちょっとお話ししてきたので、皆さんぜひ同じ格好してる画像が検索すると出てきますので、それをそのままこう、そうなんですよ、なんかすごくおしゃれな感じだなと思ってずっと見てたんですけど、うん、いいですね。ソックスもよく見るとアーガイルで、そうそう、ただすいません伸びてしまって、すごくそういう細かいところまでしっかり見てらっしゃいますね。はい、スーツはどちらの、これは F のオリジナルのリムジャケットのハンドのシリーズですね。雰囲気いいですね。この帽子の感じとワイドラペルの感じがすごくおしゃれですね。はい、ありがとうございます。なんかやっぱりその全体をこうブリティッシュなこうディテールをこう、うん、使いコーディネートしていて、実はこれもあれですよね、こう馬のこうモチーフ の、はい、チームで、私もちょっと気になってたんですけど、はい、そのちょっとこうカントリーな要素というか、うん、はい、カントリージェントルなこう雰囲気があって、とても私はチームもいいなと思います。ありがとうございます。はい、さすが仙台店のそのクラシックをね、はい、極めたお方なんで、いやいや、はい、
じゃあ早速コーディネートの方ですね、はい、もうすでに今日はあのディスプレイまで組んでくださってるということで、あ、そうなんですか。そうなんです、そこまで気合を入れてくださってまして、はい、もうすでにこちらにご用意がありますね。はい、じゃあちょっとあのどんなこうイメージなのか、はい、そうですね、どうしてもこのベストをちょっとウルリッチの今年別注でやってるアイテムを使いたかったので、小林さんが前ちょっとコーディネートでおそらく使ってたであろうフィリッポ・デ・ローレンツのケーブルですね、はい、しっかり柄は見えるんですけどジャケットのインナーに着ていただける柔らかさっていうところで、特にあの仙台とかですとやはりちょっと東京に比べると気温も少しこう寒いんで、はい、やっぱりこうジャケットの上にこういうダウンベストっていうのがなんとなくこうハマるっていうかね、リアルにこう見えておしゃれっていう感じで、しっかりそこまで考えられてるっていうのがすごくおしゃれだと思いますけどね、はい、やっぱり特にあのこの白いニットがね、あの今日もあの金井さん白いニットやってますけど、あの結構玉山さんらしいコーディネートだなと思いますね。あと、まあ、このブーツなんかもあの、ね、ポルベッタですね。ポルベッタですね。はい。これもすごくいい、おしゃれでいいなとは思いますんでね。はい。で、F のビームセーフのチェック。そうですね。あまりこってりしすぎない感じに。あと、これはあれですかね。チルコロですよね。そうですね。チルコロに。はい。なんかこう、少しこう、テーラード寄りのこういう、まあ、はい、こういうブレザーのボタンみたいなのがついてたりして、非常におしゃれな感じだとは思いますけどね。はい、あとこの色が意外と今年コットンツェルのパンツであんまりなくて、はい、ジェルマーノなんですけど、はい、意外と皆さんこのぐらいのベージュ探すと今年このジェルマーノのこれしかなかったんで、あ、色が、ね、そうなんですよ、ないんですよね、はい、うん、意外と一番使いやすい色ですからね。でシュレッドもなんか、はい、そんなにこう太すぎもせず細すぎもしない、はい、一番こうあのもうコンサバ好きの方には、はい、おすすめのシレットかなとは思いますけど、ね、うん、はい、じゃあこうせっかくだからあのテーラードジャケットを好きな、そうですね、はい、はい、先ほどもテーラードジャケット見てる方多かったです、ね、そうですね、はい、やっぱり、まあ、このぐらいのあんまりおブリッジッシュすぎないタリアトーレがやってるので、ちょっとああいういかにものカントリーテイストが苦手な方にすごいおすすめしたいんですね。あまりこうあのあれですね、ブラウンとかグリーンとか入っちゃうと、あんまりちょっと本気っぽくなる感じだったんで、これだったら、まあ、あの白いカントリー、はい、大丈夫でしょうし、うん、あのモノトーンに着てもかっこよさそうですよね。素敵ですね。あの黒いタートルネックでちょっとこう、はい、クラシックなこう感じっていうよりも、うん、まあ、ちょっとモーダンな、ね、うん、感じだったりっていうのも良さそうな感じはしますけどね、うん、はい、浜山さんあのコーディネートちょっと組んでいただいて、はい、白いニット以外です。白いニット以外ですか。白いニット以外だとありますか。白いニット以外ないか。黒いニットあ、やっぱりでも黒いニットじゃないですか。いやでもいや好きなんですね。そうなんですよね、はい、綺麗だと、ね、このぐらいでぜひ、はい、あ、しかもこれをこうあれですね、コンサバティブな、はい、こういうあのこれはブランドはこれは PT トリノの、ね、はい、PT トリノの非常にそのコンサバティブな感じで、ね、そうですね、あのいい、あまり気もさせないところを、はい、気もさせないと。気もさせない。色に色は何枚持ってるんですか。あれ、すごい方来ましたから。やっと来ましたよ。辛口の急に今まで甘口だったけど。はい、どうですか。いいじゃないですか。これいいじゃない。分かってないよ。もう分かって、まああの今日ご紹介するニットも白で、こちらも白であの違うコーディネートでお願いしますとやっぱり白になっちゃったんで。好きなんです。好きなんですよ。はい。まあ、一番使いやすいですしね、はい、うん、よかった。僕もあのタートルなんかね、はい、今日白とか薄色とか、はい、やっぱ黒とかももちろんいいんだけど、はい、こう薄色とか合わせるとなんかしっくりくるし大人っぽいコーディネートができるじゃないですか。だからなんかやっぱ僕なんかもこう白っぽい色とか薄い色とかのタートルネック、今もちょっと薄色着てますけど、着てますね。やっぱりなんかね、最近はそういう色がいいですね、はい、あ、そうですね。じゃあ結果的に良かったです。ドンがおっしゃる。黒っぽい、なんかグレーっぽい黒っぽいコーディネートで合わせるときはなんか黒っていうのはありえるんだけど、うん、はい、ちょっとなんか
最近のイメージはなんかちょっと重いって硬いのかなっていう感じがして、どっちかというとやっぱりね、はい、北山さんみたいにこう、うん、白で合わせた方がなんか上品でちょっとエレガントなイメージかななんて今あの遅刻してきたんですけど、ちょうどいや私は逆にあのその黒とかもいいんじゃないですかって言うんだけど、まあ、もちろんやはり黒も黒もいいんだけど、はい、あのそれはだからその、はい、その人の個性じゃないですか。個性なんで、もちろん黒が合わないことはないですけども、玉山さんの場合はこれを白に入れるっていうところがちょっと上品めに合わせたいなっていうイメージ。そういうことですよね。はい、だからあのこれあの丸も×もないじゃないですか、洋服のコーディネートって基本的に。やはり自分が良ければいいですし、はい、まあ、例えばこうトレンドが今こういうふうに触れてますよ、はい、だからって言って、はい、じゃあその通りに来たから、はい、じゃあ朝、ね、はい、仕事へ行くときに駅の前で、はい、駅の前じゃない、鏡の前で、はい、鏡の前でさ、はい、鏡の朝パッと見てみたら、はいはい、あれなんか俺今日違うな、で結局それ買ったはいいけど1年も2年も着ないで、なんかある日突然あこれいいなって思う時があったりとかね、うん、あそういう時ありますね、確かにね、はい、今のね玉山さんのイメージはこういう感じ、あこういう感じ、まあ、それでいいじゃないですか、はい、ありがとうございます、どんぶっとりらしいって感じ、はい、あ非常にいいですね、うん、忙しい中ありがとうございます、ありがとうございます、安心しました、玉山さんのどんぶっとりですね、はい、ベンロでお話しください、かしました、ではご視聴いただきましてありがとうございました。